Yes! I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. Leon! Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Okay. Let's get through this. Both of us. はい、こんばんは。RE2 レオン編をもってパート4をやっていこうと思います。前回のあらすじはですね、警察署からの脱出を画策しまして、まあ、メダルを集めているところですね。あの女神像にはめるメダルです。で、まあ、前回ははぐれたクレアと出会って、で、また別れてしまったっていう感じですね。メダルはあと1枚で、あの地下通路まで行けるはずです。で、ああ、そうですね。あと、ごめんなさい。マービンも無事でした。はい、よかったですね。うん。じゃあ、進んでいきましょうか。ごめんなさいね、ちょっと。で、まあ、前回ですね、木材を集めて、この廊下の窓、ここと、まあ、もう一箇所ですね、はめておいたんですけれども、おかげでこの廊下にはゾンビは一切、ここですね、出現しておりません。これ、はめておかないと、ゾンビが4、5体ぐらい追加で出てきちゃうんでね。必ずははめて込んでおくということです。で、これで前回ですね、ゲットした工具ってなってるこれチェーンカッターですね、これを使ってここの鎖も切ると、まあ、これでこのチェーンカッターを危うくごめんですかね。で、そうだ、ちょっとあの説明しておきたいことがあったんですけれども、実はこのパートと次のパートはどうでもいいな。このパート実はちょっと取り直しております。まあ、どうしてかっていうと、パート4だね。うん。このパートで、やるべきことっていうのをちょっと一つ見落としてしまったんですよね。まあ、ていうか、方法がちょっと違って、こっちの方がいいのに、やり方をね、誤ってしまったので、一回これは取り直しております。まあ、なので、まあ、さっきみたいに、調べてないアイテムとかがね、まあ、前回調べたかどうかちょっと忘れちゃったんですけれども、まあ、そういう調べてないアイテムとか、前回取ってないのに取っちゃったアイテムとかっていうのがちょっと存在すると思います、今後ね。まあ、そういったちょっと注意事項がございます。まあ、どうでもいいかもしれないですけどね。で、ここに新刊、というか電子部品がございます。まあ、ちょっと調べてみましょう。で、まあ、何の変哲もない電子部品というか、まあ、何なんだろうと思うけど、まあ、裏側を見ますとね、はい、このように電池が欠けているんですよ。まあ、電池のない新刊ということでね、まあ、なぜか新刊であるということを、まあ、見抜くわけですね、レオンは。で、ここにあるアイテムはもう全部拾っちゃいます、うん、よし。で、そしたらこの新刊ですね、まあ、どこで使うのかっていうことなんですけれども、前回その爆弾がねくっついたバリケードかなんかあったと思うんですよ。まあ、電池がこれ抜けているっていうことなので、まあ、これ単体ではね使えないんですけれども、まあ、どっかに電池があるだろうということで、それと組み合わせてその爆弾をね起爆させようという意図があるわけですね、はい。で、ここ鍵を外しまして、この廊下実は一回来たことがあります。うん、まあ、といってもちょっと分かんないかな。自販機の前でね、ちょっと太っちょのゾンビが自販機を叩いてましたけれども、ここですね、この廊下で、まあ、実際まだ来てなかった場所っていうのが、実際ってなんだよ来てなかった場所っていうのがありまして、これ備品保管庫ですね。ここにちょっと今回初めて入っていこうかなと思います。まあ、ここにちょっと端末ありますけど、その前に資料を読みますね。はい、まあ、ロッカー用のロック解除端末、これですかね、のキーが破損していると。で、そのためには予備キーが必要だという話をしているわけですね。まあ、ただの予備部品のくせにですね、いちいち小さい金庫に入っていたこれ、はい、これも前回調べたはずなんですよね、多分。
まあそれもちょっとなかったことになっちゃってますけど、これが予備キーなので、これをね使えばこの、まあ、抜けている欠けている部分にねはめ込むことができると。でまあこれ2箇所外れてますよね、2と3の部分ですかね、 2、3の部分で、これはねどちらにはめてもいいんですけれども、どちらにはめても OK なんですよ、できるんですけれども、今回は3に入れてみてください。まあ、後々ね、ここにはめられる予備キーが余分にもう1個手に入るんですけれども、今回はとりあえず3番に入れます。3のところに入れます。なぜかというと、この103っていうのがね、非常に重要なアイテムになってくるからですね。はい。コンバットナイフですね。まあ別にその攻略上必要になるというか、必ずしも必要なアイテムではないんですけれども、ちょっとね、強力な敵と戦うときにこれ使うので、103を解放させておきますと。で次106に関してはですね、これは必要ないです。一応初見でね、まあ、攻略情報とか一切見ずにやってみようという場合はこの106も開けておく必要性があると思うんですけれども、僕の実況ではこれいらないアイテムです。まあ、一応取りますけどね。で109はこれハンドガンの弾です。まあ、これも別にいらないかなという感じですね。まあ、実質一番必要とされるのはこのナイフですね。うん、他はそんな別に必要ないんですけど、一応拾っておきます。でここはですね、備品保管庫の最奥部にですね、このまあでっかいロッカーがございますなんて言えばいいんだろう。でここにですね、前回手に入れた武器持ち出し許可証をはめ込んで、ここにあるショットガンの弾とショットガン取っちゃいます。まあ、ようやっとですね、うん、強力な武器手に入りました。まあ、ハンドガンもまあ強いっちゃ強いんだけど、じゃあアイテムをね取っていきましょう。ハンドガンの弾、フィルム、そしてナイフ。うん、まあ、ショットガンはですね、まあ後を説明しよう、後で説明しよう。でそしたらですね、ちょっとこの向かい側の西側オフィスでしたかね、ここに入ります。あ、ここにいるんで、まあ、ちょうど説明しましょうかちょっとね口が回ってないですけれども、まあ、ここにいるゾンビは別に始末しなくてもいいんですけども、一応念のために倒しておきます。はい。でこのようにですね、まあ、ゾンビちょっとグロいですね、ごめんなさい。このようにですね、ショットガンというのはゾンビに対して非常に有効な武器なんですね。頭をちゃんと狙って撃てばこのように一撃で倒すことができるわけですよまあそういうこう対ゾンビ兵器と言ってもいいぐらいの、まあ、大変親和性の高い武器なんですよね。で、そしたらですね、そう、これね、本当はもうこのままずっと上行っちゃってもいいんですよ。ただ今回ちょっと余分にフィルムっていうアイテムを拾ってしまいましたので、これ非常に邪魔なんですよね。記念撮影って書いてありますけど。これを一応現像してから先に進もうかなと思います。まあ、で、フィルムなので、この暗室ですね。暗室の奥で、現像することができます。まあ、フィルムの存在なんてね、今知らない人もいるかもしれませんが、昔の写真はこういうフィルムを使って、まあ、弾ですね。カメラの弾みたいなものです。まあこれを使って、撮ってたんですけれども、これ記念撮影というものですね。写真。まあ、何のだよっていう感じなんですけれども、これ実はですね、前回赤い本と石膏の左腕だったかなっていうのをこう組み合わせて、この像にね、ぼちっとこうはめ込んで、小さい杖を手に入れたと思うんですけれども、まあ、あれのヒントなんですよね。まあでもなんかこの写真によるとね、ちゃんと石膏の腕と腕、あ、腕と本組み合わさってんのに杖がね手放されてないんですけど、それはどういうことなんでしょうね。はい。でまあこれでアイテム欄開きましたんで先に進みます。結構ね埋まっちゃってるように見えますけれども、この状況でもまだ大丈夫です。まあ、先進む際にですね、手に入れるべきアイテムってもたくさん出てくるんですけれども、それもちゃんと拾いきれるんでね、このアイテムの量であればね、まあ、量っていうかこのラインナップであればね。はい。で、そしたらこの男性用のロッカールームに入って、はい、すいません、まあ、4箇所ロッカーあるんですよ。こことこことあそこと、ね、こことここ、そのうちの2箇所に、ショットガンの弾がね入ってるんで、これは拾っていきましょう。これ CAP だ。うん、ショットガンの弾、ショットガンの弾と。でまあ残る2箇所はですね、ここはスカ、何もないで、ここは人が入ってます。はい。まあびっくりさせるようなやつですね。
で、ここ先進みたいんですけれども、あの蒸気が吹き出してて熱いんですよ。進めないんですよね。めっちゃ熱いって感じで、これ体力が減らないんだ。うん、まあまあ遊んでないで、まあ、とりあえずここにハンドル、バルブハンドルですね、はい、丸いバルブハンドルをはめ込んで、この蒸気をですね止めます。はい、止まりましたね。まあ、そしたら先に進むことができると。で、あそこにいるあいつ座っててめちゃくちゃ怪しいんですけれども、はい、あの襲ってきたりはしません。こいつはね、攻撃しても多分起き上がってこないんですよね。だから大丈夫です。で、ここにはガンパウダーっていうの入ってますけども、これは別に必要ないです。特にアイテム欄の圧迫にしかならないんで無視しましょう。で、ここショットガンの弾ありますね。でですね、ちょっと見えますかね、あそこね。あれ、リッカーという敵ですね。まあ、前回も出てきた敵なんですけれども、まあ、生存者への手紙っていうのがあったかな。あ、これか、これ。これに出てきた、リッカーですね。グロ野郎。なんだっけな、確か、なんだっけ、デビッドのおばあちゃんだっけ。ね、確かデビッドのおばあちゃんがなっちゃったんですよね。あれ、うん、そうですね、うん。デビッドのおばあちゃんですね、あれね。で、あいつね、今のうちだったら、こういう風に攻撃しても大丈夫なんですよ。ただ近づいちゃうとイベントが発生します。はい、ね、ごめんなさい、ちょっと攻撃しちゃったせいでですね、あの感づかれちゃってイベントちゃんと見られてないので、ちゃんと見ましょう。はい、で、まあ、こんな風にイベントが発生しちゃうとですね、こいつ、こいつと感じてしまうんですよ。ってね。で、そしたらですね、それを阻止するためにはまずイベントを生じさせなければ、いくら攻撃してもあいつはこっちに感じてこないという習性を利用してですね、このベンチありますね、これより先に進まないように、この辺りからあいつのですね、まあ、なるべく頭を狙って撃っていきます。まあ、ちょっとね、見づらいんですけどもね、距離があって暗いんで、まあ、こいつに大体30発くらい食らわせればもう確実に死にますんで、はい、こんなもんかな。はい、ほらね。まあ、あんな風にですね、一応ダメージを蓄積させておくと、イベントが終わったと同時に自動的に死んでくれます。まあ、ちょっとピクピク動いてますけど、これはそういう、なんだろう、エンジンの修正なんでね、仕方がないです。はい、で、そしたらここスターズオフィスっていう場所なんですけれども、ここで拾えるアイテムはもう全部拾って、いっちゃいましょう。あ、ここ電池ありますね、これ電池、はい、これでまあ新刊を機能させることができるわけです。はい、うん、で、ここには資料があるんですけれども、これも実は読まなくてもいいやつですね。まあ、今の資料はですね、西側オフィス、まあ、さっきあのショットガンでゾンビの頭を2つ吹っ飛ばしたと思うんですけれども、あそこにですね、金庫があったんですよ。もう取ったんですけどね。あの金庫の番号が書いてあるっていう、まあ、それだけの資料ですね。まあ、知っていれば特に読む必要性もないような資料ですね。じゃあアイテムをまた入手していきましょう。ショットガンの弾、閃光弾、閃光手榴弾。で、ここにですね、ラクーン様がおわしたんですよ。いらしたんですけれども、まあ、これ取り直しっていうことで、すでにぶっ壊れております。はい、申し訳ございません。で、ここに、ガンパウダー強じゃなくて、なんて言うんだっけ、強化火薬だ。強化火薬がね、あります。で、これ同士を組み合わせると、マグナム弾ができますよ、みたいなのもね、説明したと思います、前回。ね、こんな感じで、できるわけです。まあ、この箱もね、あの粉で作ってるんで。箱はなんでだろうね、ほんと。よくわかんないけど。まあ、弾ができるんでね。まあ、よかったよかったと。で、ここに、救急スプレーかな。で、これで全部拾えたんですけれども、ここですね。ここ。あそこにちょっと見づらいんですけれどもね、武器があるんですよ。これ、まあ、デザートイーグルっ
ていうんですかね、実銃で言うなら、まあ、非常に強力な武器で、まあ、今作ったこのマグナム弾の装填先になってます。装填先っていうか、まあ、これを装填できる武器ということになってます。うん、で、あれも当然ゲットしたいんですけれども、ここね、ロックがかかってるんですよ。赤いランプとかがね、ついちゃってて。で、そういうことなので、まあ、とりあえずこの横の端末を操作すると開きそうなので、調べてみますと。はい、まあこんな感じで、まあ、ドングルキーが必要だぞ、この野郎と。いうふうに言われてしまうんですよね。まあ、おそらくそのドングルキーとやらはここにぶち込むんだろうと思うんですけれども、未だにね、持ってないので仕方がないんで、これはね、まあ、ハンドガンとか使って無理だし、まあ、仕方がないんでこれは先に進みましょうということですね。で、まあ、先ほどデビットのおばあちゃんをね倒しておいたので、まあ、この廊下はもう安泰です。まあ、後々もう一回ね通ってくることがあるんですよ。で、その時は奥まで行かないので倒さなくてもいいかなって思うんですけれども、その時になってくるとこの辺りで待機とかしてたりするんですよね。で、入ったと同時に歩いてるのになぜか気づかれちゃったりとかしちゃってね、結構厄介なので、あのリッカーは倒しておくことをお勧めします。はい、で、ここ鍵を開けますとですね、まあ、見覚えあるかな、ラウンジ、まあ、このユニコーンの像があった部屋ですね、図書館、図書室の隣でした、ね、ここに出ることができました。で、ここ最初はね、あの3体のゾンビが配置されてるんですよ。あの女性ゾンビもね、実はあんなところでは倒してないんですけれども、倒す位置がね変わっちゃってます。で、3体ゾンビが配置されているんですけれども、うち1体、あの女性のゾンビですね、は最初からアクティブなんで倒しておきましたけれども、もう2体ですね、今ちょっとなんかむしゃむしゃ聞こえると思うんですけれども、まあそこで飯食ってるゾンビがいるんですよ。あいつともう1体、あいつですね、あいつに関しては近づくとアクティブになるんですよ。うん、まあ、ちょっと近づきましょうね。なのでこいつは動き出したと同時に頭を吹き飛ばすと。で、もう一体の食事中のゾンビはですね、こうやってほら近づいても反応はしないんですけれども、とあるタイミングで起き上がってくるっていうのと、あとあのはしごかな、あのはしごを登るとこいつ気づいてきたりとか、あとここですね、ここあの床抜けるようになってるんですけれども、ここで床抜かすとあいつがね、気づいてきます。まあ、そうなると大変厄介なので、こいつは先に攻撃をして、これね、一発ダメージ与えてからショットガンで撃つのをお勧めします。ね、一旦むしゃむしゃやってる状態でね、撃とうとすると、なんかこいつに当たっちゃったりとかして、餌の方にね、飯の方に当たっちゃったりとかして、あいつに当てるのちょっと難しかったりもするのでね、一発当てて、感づかせてから倒すっていうのがいいと思います。まあ、基本的にはね。で、そうですね。まあ、そしたら、まあ、先やっていきましょう。あ、で、そうそうそう。まあ、このゾンビはですね、放っとけばいいじゃんって思うんですけれども、まあ、このはしごを登るとか、あそこ床抜かすとかね、いうタイミングで気づいてくるのと、あとね、もう一つありまして、まあ、ちょっとね、背の高い、大きい化け物に今後追われることがあるんですけれども、まあ、そいつがね、入ってきたりすると、また、こいつね、起き上がってくるんで、だからまあ、はしごを登らなければいいんでしょっていうことで、階段をね使って迂回するっていう道もまあ今のうちならありなんですけれども、後々なしになりますね。結局襲いかかってくるんで、今のうちに倒しておいた方が楽だよということですね。ちょっと説明がね長くなっちゃう、うん、で、そしたら、この新刊ですねを使いに行きましょう。あ、そうそう、説明してなかったこの書棚、さっき何気なしに動かしちゃいましたけれども、この1と2ですね、これとこれは、まあ、同時に右側に1個1マス動かしておくというのと、あとこの棚は左に1マス動かしておくっていうのがいいと思います。これもね、棚を動かす必要性が出てくるっていう段になって、まあ、でかい怪物に追われながらだとね、結構めんどくさかったりするので、これは事前にやっといた方がいいと思います。で、そしたら新刊を使う先なんですけれども、ここですね、西倉庫。ここのゾンビって前回倒しておきましたよね。まあ、倒したと思うんですよ。で、なんでぶら下がってんだよ、わはははは、みたいな話してたと思うんですけど。まあ、その時に倒したと思うんでね。で、こいつね、あのタイミングで倒しておかないと、このタイミングで倒そうと思うとね、レティクル絞って6発。で、レティクルを絞らない状態で8発かかっちゃうんですよね。ちょっとだけタフになるんですよ、後々。だから今、前回のうちに倒しておいた方がいいと思います。
で、そしたらここですね、ここに爆弾が設置されてて C4 ですね。で、ここに信管を、まあ、ちょっと使うんですけれども、あ、まあ使いましょう、はい、で使ったらですね、すぐに引き返して図書室の方へ一旦戻りましょう。ここですね。で、ここもこう行って戻るという感じです。これちなみにね、ダメージ受けないんですよ結構至近距離で爆発受けてもね、ダメージ受けません。で、まあこれどうしてその図書室へ戻るかというと、ここにある本棚ですね、これがね、爆風でバタンと倒れてくるっていうイベントがあるんですよ。で、その時にこっちに戻ろうと思うと、この本棚をね、一旦その起き上がらせなければいけないっていうイベントが生じちゃうんですよね。まあ時間のロスになるっていうのと、今なんか不気味な声したと思うんですよ。あれリッカーの声なんですけれども、後々ね、こっからバタンと出てくるんですよ、リッカーが。こいつに追われながらこの本棚を動かすっていうのは実質的に不可能なんですよね。なので、まあそのイベントをカットするか、あるいはまあ本棚を倒しちゃった場合はリッカーが登場する前にこの本棚を動かすということがいいわけですね。おすすめなんですね。はい、というわけでございましたまあ、あのイベントはカットした方が絶対早いと思うんでいいと思いますね。図書室に一旦戻っちゃう方で、なんか落としますね。まあ、リッカーです。で、そうしましたらですね、ここはですね、左から乙女、蛇じゃなくて弓矢蛇だったと思うんですよね。ちょっと分かりづらいんですよね、ここね。うん、まあ、なのでね、ここは正直そのこの血痕ですね、邪魔している血の跡を覚えてしまう方が実際は早いんじゃないかなと思います。まあ、左から乙女、弓矢蛇で覚えてもいいんですけどはい、こんな感じですね。バージンメダル、これが手に入りますよと。で、これで最後の1枚ですね。これでメダルが集まったということなんで、ようやっと地下ルートまで行くことができるだろうということですねはい、じゃあちょっと一旦戻りましょう、マービンの元にね。で、ここ帰りしな、ほら、リッカーが壊れてるんですよ。で、こいつは横通れば OK ですまあ前回まではね、もしかしたらそのなんだっけ、これ先行手榴弾とか使って避けてたかもしれないですけど、その必要性は全くなしで、実は横を通り抜ければね、相手の攻撃をすかすことができるんですよ。よし、で、そうだね、まあ、メダルが集まったんで先に進めると。あ、で、そうだ、マービン調べてなかったんだ。いや、でも前回調べたんでね、まあ、これはあの説明一緒なんでちょっと飛ばします。はい、はい、まあ、なんとこんなね、地下通路がありました。So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together.Just come. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand.さあ、まあ仕方がないとはいえね、まあ、結果的にはその起こさずに寝かしといてやればよかったかもちょっとありますよねまあマービンはね、やっぱり自分の死期を悟っているんですよね、多分ね。まあ周囲がゾンビ化していく様っていうのも全部見てますんでね、
町を出てで別の場所で発症してしまったら、これはまあ被害も拡大してしまって大変だということで、まあ、この場に残るということですね。でまあ、レオンもその自分が、ね、生存できる可能性を振り切ってまで被害拡大を阻止しようというこのマービンの姿勢に、まあ、感ずるものがあったのかもしれないですね。まあ、やり遂げますと、ね、決意新たに脱出をこう目指すわけですよ。まあ、うまくまとめられたんじゃないかな今のは。まあ多少原稿を、ね、用意したりしてるんですけど、まあ、今のはちょっと綺麗にまとまったなと思います個人的には。まあどうでもいいよね。というわけで、ですね、一応ここまででパート4は終わりにしようかなと思います。まあ、ちょっと時間はかかっちゃったかもしれないですけどね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。